大樹久明は、北海道瀬田名郡瀬田名町出身の元、大相撲力士。本名は、坂井谷俊明。現役時代の体格は、身長177センチメートル、体重148キログラム。最高位は、東大関。年寄り、朝日山俊明として、朝日山部屋の経営にも携わった。小学校6年生の時の修学旅行で泊まった。 箱館の駅前の餌子や旅館が高島部屋の勧誘を担当していたため、太った体を見込まれて入門を誘われた。中学に入ると間もなく高島親方が北海道の実家まで訪ねたため、他の部屋からも一見勧誘があったがわざわざ家まで来てくれた高島親方のために高島部屋への入門を決意。北海道の七男三女の十兄弟の六男であったため、入門は 自然に決まったという。部屋に入門した13歳の当時身長が1 5 8トルしかなく、背がなかなか伸びずに当時設けられていた身長1 7 0トル以上という基準を満たせず2年近く苦労した。見習い当時正式な力士ではなかったため稽古に参加させてもらえず、部屋内の掃除が終わった午前4時になると部屋の近くの公園で身長を伸ばそうと鉄棒に、 ぶら下がった。最終的にはシリコンを頭に入れ、新弟子検査を受けて合格し、1965年3月場所に初土俵を踏んだ。新弟子検査を受けた1964年年9月場所前を皮切りに、計算回シリコンを少しずつ注入した。師匠からマンツーマンの厳しい指導を受け、体格に似合った押し相撲を体得。その後は、 順調に番付を上げていき、わずか4年半で1969年9月場所20両に昇進した。大樹の執行名は、論語守る霊コの、君子は、承知すべからず、大樹すべしという一説から取られたもの。なお、あれほど伸びなかった身長は死んで試験査合格から、半年も経過しないうちに4、5センチメートル伸び、この時ばかりは、当の大樹も複雑な思いであった。 1970年3月場所に、西十両筆頭で14勝1敗の高成績で十両、優勝。翌、5月場所に新入幕を果たすと徹底した押し相撲で9勝6敗と、勝ち越し、早くも技能賞を受賞し、幕内に定着した。1971年3月場所5日目、初日から4連敗だった新関分けの大樹は初めて、横綱、 大砲を一気の押しで破り、この場所を8勝7敗と勝ち越し見事四勲賞を受賞し、上位キラーとして三賞の常連になった。1971年3月場所、5月場所は高野花も共に三賞を受賞したが、万年齢で言って、最年少の幕内力士二人が揃って三賞を受賞した例としてはそれぞれ史上1例目と2例目である。この年、 7月場所まで関脇を保守したがその場所で4勝11敗と、大敗し一時平幕に甘んじていたが、1973年、3月場所に関脇に復帰すると3大関に勝ち10勝5敗、2横綱に大関に勝ち11勝4敗と2場所、連続で2桁勝利を挙げ、7月場所には1横綱に大関に勝ち13勝2敗の成績を挙げて、史上初めて3勝を独占。 7月場所後、大関に昇進した。新大関の1973年9月場所は、腰痛の影響もあり8日目から、途中休場。2場所目の翌、十11月場所で、いきなり、大関カ番となったが9勝6敗と勝ち越しカ番、脱出。しかしそれ以降も首、右膝の故障にも悩まされ、1974年3月場所で9日目から再び途中休場。 2度目の角番で迎えた同年、5月場所で6勝9敗と負け越し、大関の地位で2場所連続負け越したため、関脇への陥落が決まってしまう。大関在位はたった5場所に終わり、最高位が大関だった力士では6場所制になってからは、歴代1位の短命記録だった。さらに24歳3ヶ月での陥落は、宮城山と並んで最年少記録である。 関分けに陥落した翌、7月場所は10勝以上の成績を上げれば1場所で大関特例復帰を果たせたが、12日目に前頭5枚目長谷川戦で6敗目を喫し、ここで大関最小進が立たれる。その後先週落まで3連勝したが9勝6敗と、惜しくも1勝足りなかった。なお関分け陥落場所で勝ち越しながら大関復活が立たれた力士は、 1969年7月場所に、大関で2場所連続負け越しにより、関分け降下、ただし転落場所で10勝以上すれば、大関特例復帰の規定に改められて、以降、大事が初めてであった。1974年7月場所から、同年、11月場所まで、関分けの地位で3場所連続で勝ち越した。戦後、大関か落後に三場所連続で三役を維持したのは、 史上二人目。11月場所14日目の北の海戦は、NHK 大相撲中継の視聴率が37.1%を記録しており、これは九州場所のものとしては2017年9月場所、終了時点で6位台である。だが、翌1975年1月場所は4勝11敗と、大敗4場所続いた関脇から、平幕の地位に下がり、 以降三役への返り咲きはならならかったその後は、満身創痍の土俵が続いていたが、左膝も故障し、同年、9月場所で新入幕を果たした、前頭12枚目、千代の富士に、幕内初白星を献上するなどして、幕内界でも成績を残すことができなくなり、1977年、5月場所には、大関経験者で初めて重量に陥落した。 当時大事は、年寄り名跡を取得しておらず、かつ、年寄り名跡を持っていなくても、引退後3年間は、執個名のまま年寄りとして残れるという現在の、大関の特権もなかったため、やむなく出場することとなったが、初日から3連敗を起死し、4日目から、途中球場に追い込まれ、場所後に現役を引退したまたま秋名跡になっていた、年寄り、立山を襲名した。 取り口は広い肩幅を生かし徹底した押し相撲で、回しを取ったら三段目の実力しかないと言われるほどだったが、当時相撲解説者の玉の海梅吉が、土の匂いのする力士と評するほど押し一鉄を貫き通した。押し相撲のみで大関になった力士の出現は、大樹以降となると、後に高景勝が現れるまで45年余りを要した。なお、 1973年11月場所の12日目、横綱琴桜との一番で、お互いが頭を鉢合わせするような形で、ぶちかましたところ、琴桜は脳震盪を起こして倒れてしまった。取り組み後、琴桜は、案内し頭は初めてだとコメントしている。頭に入れたシリコーンが狂気となった可能性があるが、当時はそのことがあまり知られていなかったらしく。 特に問題とはされなかった。引退後は、現役末期から不仲だった師匠の下を離れ、縦山の株を譲られた、清国の伊勢ヶ浜部屋で、後進の指導に当たっていたが、1997年5月場所中に、同じ一門の旭山親方が急逝。師匠代理の後に、年寄り、旭山を襲名し旭山部屋を急遽継承した。 しばらく関取が不在で低迷していた時期もあったが、先代からの弟子である大真鶴が幕内まで昇進した。子飼いの関取としては鬼嵐を育てた。年寄りとしては1980年から審判委員に就任し、2009年1月場所まで務めた。その後、2011年4月から再び審判委員となった。 元大関でありながら、師匠と同様に出世欲があまりないためか、長らく役員や役員待遇の経験がなく、役員ではない親方が組織する年寄り会の会長を務めていたが、2012年1月場所後の役員会選で役員待遇に抜擢され、審判部副部長に就任。2014年3月場所後の会選でも定年まで1年しか残っていないながら引き続き、 審判部副部長を務めた。2015年1月場所後に自身が定年間際となったことと後継者が不在であることを理由に同場所限りで朝日山部屋を閉鎖し、霧山親方や三段目以下の力士ら計8人が伊勢ヶ浜部屋へ転席となった。2015年3月場所千秋楽をもって日本相撲協会の定年となったが、 前年秋に導入された年寄り再雇用制度は、辞退する意向を示し、そのまま退職した。旭山の名跡については、退職前の2014年8月にはすでに、元関分けのこと二式へ譲渡する話になっており、その後実際に、元こと二式が襲名して、二所の関一門で旭山部屋が再考されると、元こと二式に対して、自身と同じ瀬ガ浜一門への移籍を進めて、 2017年1月13日付で、新、旭山部屋は、伊勢ヶ浜一門の所属になった。ありがとうございます。